クリムイバノビチ・チュリモフは、ムイコライユ出身のソビエト連邦、ウクライナの天文学者である。キエフプラネタリウムの館長、ウクライナ科学アカデミー、国際天文学連合、ニューヨーク科学アカデミーのメンバーで、2006年から2009年まで、アワースカイズの編集を務めた。また、ウクライナアマチュア天文学ソサイティの会長をも務め、子供向けの多くの本を書いた。 1969年、彼は、スベトラナ・ゲラシメンコと共に、チュリモフ・ゲラシメンコ彗星を発見した。この彗星には、2014年11月12日には、ロゼッタミッションで、フィラエがその表面への着陸に成功した。彼は、イワン・イワノビチ・チュリモフとアントニナ・ミハイロブナ・チュリモワの、間の8人の子供の4番目として生まれた。父は、1942年の第二次、 世界大戦中に死亡宣告された。1949年、シュリュモフ家は、ムイコラーユからキエフに転居した。7年生を終えた後、彼は、キエフ鉄道大学に進学し、1955年に、良い成績で卒業した。彼はさらに、キエフ大学の物理学部に進学した。3年生時に彼は希望した、理論物理学ではなく工学科に配属されてしまった。 しかし、彼は理論物理学の兆候を続け、最終的にソラインのあった天文学科に移った。1960年に卒業すると、彼はヤクート自治ソビエト社会主義共和国のティクシワンにあるポーラージオフィジカルステーションに派遣された。ここで彼はオーロラ、地電流、電力検討について学んだ。1962年にキエフに戻ると、彼は アーセナルの工場で働き始め、そこでソビエト連邦の軍事、宇宙開発用の工学部品の開発に従事した。キエフ大学の大学院でセルゲイ・コンスタンティネヴィッチ・ビスクビアと主事に指示して宇宙物理学を収めた後も、彼は大学の天文学部でフェローとして働き続けた。研究の一環として、ディズニーキー村のキエフ大学の天文台で彗星の観測をしたり、 中央アジアの高地やコーカサス、シベリア、沿岸地方、チュクチュ半島やカムチャッカ半島での観測を行った。1969年に大学はアルマータ天体物理研究所で周期彗星の観測を行うため、チュリモフとゲラシメンコを含む3名からなる観測隊を組織した。1972年、彼はスタディーズ・オブ・コメッツ・アイキージャ席、ホンダ、 小坂ニューペリオディックコメットチャームウーバー、ゲラシメンコフロムフォトグラフィックオブザベーションズと題した論文で、博士候補の学位を得た。1993年には、エボリューショナリーフィジカルプロセシーズインコメツと題した論文で、ロシア宇宙科学研究所で博士の学位を得た。1998年以降、彼は、キエフ大学で教授を務めている。また、 2004年1月には、キエフプラネタリウム教育センターの館長に指名された。2009年に、メリット勲章を受賞した。2016年10月13日から14日の夜、ハルキウの病院で死去した。ありがとうございます。